どうもこんちゃでございます。こんちゃでございます。近所に顎で食らいというですね、かなり有名ないわゆる二郎系のラーメン屋さんがございます。でその二郎系のラーメンでテイクアウトのやり方で鍋を持ってって、鍋の中に二郎ラーメンを入れて持って帰るという伝説的なテイクアウトがあります。鍋二郎と言いますが、これをですね、やってみました。中に入ってるラーメンご覧いただけますかね。完全な二郎系です。はい。それで中にもやし、野菜ですね、それから もちろん麺、そして上に乗ってる油、この あの顎で食らいというお店は非常にこのうまいね。やっぱこの上に乗ってる油が美味しいってことで有名でございます。それで今回は中盛りの全増しです。肉も増しました。二郎って非常にボリュームがあるんで有名なんですけど、実はこの肉をですね食うのがですねなかなかしんどいんですよ。ただすごくね二郎の肉はね美味しいです。この顎のくらいのこれもすごく美味しいので、全増しにしましたが、すごいねバカみたいにこのこれがデフォの肉ですが、この厚さとデカさですよね、狂ってますよね。まあ、こういった肉を食うことになるんですが、まあ、こうやってですねこのいわゆるこのテイクアウトにした時の良さっていうのはですね、こうやってですね全部マシにしときながらこうやってですね避けてこうやってですね取っといてですね後で食うということができるわけですね。そうですよね。あのテイクあとですね何人かでシェアして食うということも当然できるわけですね。だからそういった面で非常にですねいいんですよ。でこうやってでかい容器でこう天地返しと言います。中の麺がスープを吸ってぐちゃぐちゃにならないように天地返しってこう麺とこの野菜をひっくり返すんですが、この天地返しの作業も非常に簡単です。でこの麺もですねちょっと食い切れないなって時はこうやってよく水分を切って避けておくと、とりあえずですねある程度は持ちます伸びるけどねやっぱね。それでだから基本的にですね二郎系あのこの鍋二郎って言うんですけど、この鍋二郎をやるときには基本的に麺は固めにします。麺は固めにします。それでですねそれでこうやってまあこれ電磁調理器の上に鍋を乗せてこうやって温まらないように注意しながら、冷めないようにしながら少しずつ煮ながらですねいただくっていうのが非常にこう正しい、食い方ですね。でこうやって取り分けてこうやって外に出していくとですね、まあなんとかなります。でこれはこれでまた別のスープ絡めて食ったりとかするんですよね。二郎系って実はねこのスープもね美味しいんですよ、すごく。ただなんせ量がアホみたいにありますんで、得てしてスープまで飲みきれないっていうのがあってもったいないんだよね。なんでこうやって言っとくとですね、まあ、鍋で持ち帰って、まあ、小分けにして食うっていうのはなかなかですね、おすすめのやり方です。ないしは、まあ、複数人でシェアする。だから当然二郎のお店の中で一杯のラーメンを複数人でシェアするっていうのは反則なんですけど、テイクアウトは別に持って帰ったらあと好きに食っていいので、当然でかい大盛りとか頼んで、家で数人でシェアするってことも当然ありなわけですね。それは当然許される行為なんですよ。こういうことでですね、非常にこの鍋二郎というシステムはですね、二郎系に敷居が高いなと感じてる人にとってもですね、なかなかいいもんです。これはおすすめです。ともかくこの二郎系ラーメンっていうのはですね、量が多いので、しかもすんごい脂っこいんで食うの大変なんですよ。で食うのが大変なんで、残したら悪いとか、あと食うのにすごい時間がかかってですね、で大抵行列してますから、この顎でくらいもやっぱ行列店なんですよね。で行列してるとこの後ろの人の順番を気遣いながら必死になって食うって結構きついじゃないですか。でもこうやってね、こうやってテイクアウトするんであれば
何の気兼もなくゆっくり食えますよね。でこうやって取り分けて、まあこれ後で食うというのも全然 OK なんですね。うん、だから本当にね、いいっすよ、二郎ラーメンのこのテイクアウト。うんうん、ともかく二郎のね、あれはあのチャーシューがね、でかくてね、これチャーシューを食うのが結構きついんで、もうチャーシューだけ取り分けちゃって別の日に食おうみたいなね。うんうん、二郎系って特にこれ顎でくらいはですね、油とチャーシューがめちゃくうまいんですよ。油とねチャーシューがめちゃくうまいんですけど、これがですね胃を圧迫するんですよ、すごく。うん、なんでこうやってテイクアウトして取り分けるっていうのはね、まあ非常に、うん、いいやり方だと思うんだよね。うん、でね、この余ったねこの麺とかをどうするかっていうとね、まあこれ中盛りなんですごい量なんだけど、まあ食えたもんじゃないんだけど、こんな量、うん、うん、まあ若い人なんかとか、まあ若くなくても大食いの人はね、さらに大盛りにするけどね、これ350g まで麺増やしてくれるんで、麺いっぱい増やしたんですけど、うん、大盛りにするとですね、これ大盛りじゃないんですよ。だから大盛りにして100円増しにすると、まあこの倍ぐらいまた来るんですけど、うん、まあ海苔はですね、まあ店頭のお店で全部食っちゃう人もいますけどね、僕はとてもじゃないや食えない。うん、まあ僕はなんせもうすぐ還暦になる親父でございますので、うん、非常に、うん、そんなことはできないんですよ。うん、ただやっぱり、うん、二郎好きだし美味しいし、特にこの油とね肉がすごい美味しいんですよ。この、うん、この顎で食らいってる人はすごく美味しいんで、うん、うん、じゃあどうするかって言ったら、この鍋のテイクアウトですよね。うん、鍋を持ち込んでください。一応ねお持ち帰り容器もあるみたいなんですけど、100円取られます。なんで、うん、この鍋を持ち込めば、テイクアウト料金はかからないので、お店で食べるのと同じ料金になります。うん、それで持って帰っても気兼ねなくゆっくりできます。うん、本当に二郎はなんか美味しいんだけど、なんか残せないみたいな雰囲気もあるし、まあ麺を少なめとか半分とかね、うん、顎でくらいはねミニラーメンの設定があるんで、ミニっていう設定もできるんだけど、うん、まあそういうミニの設定をしたとしてもですね、うん、非常にですね、もう60でね、俺ももうすぐ自分がやっぱしんどいし、っていうのは、うん、うん、ということで、まあ、大体こう、いただいて、うん、で、ちょっと食い足りないかなと思ったら、キープしたとこからこっち戻して食ってもいいんだけど、いや、すごい量だよね、ほんとね。うん。うん。だこんな量をね、いっぺんに頼んで、当然、うん、お店で、ね、こんな大量に残したらね、うんと、うん、まあ、こんな量残したら失礼気まわりないわけですが、まあ別にテイクアウトなんでね、まあしかもこれは捨てないです、もちろん、うん、これからですね工夫して食います。どうやって食うのか、それを今日はねお見せしようというのが動画の今回の趣旨です。まあとりあえず、まあ食える量だけは食いました。でこのスープがですね非常に美味しいで、大抵ですね、うん、まあ自動系で食った時にスープまで完全に飲み干す人って ほとんどいないし、やっぱ胃を圧迫するので、だからこの二郎系のスープは非常に美味しいですが、まあ、これはもったいないんで、これはこれでまた食うと
いう機会を設けたいと思います。でこれはこのままそーっとですねどっかに置いておきます。でこれにまた別の麺をですね、インスタントラーメンとかですね、そういった麺をですね、この中にぶっ込んで、インスタントラーメンですよね、ぶっ込んで食うと、またこれがうまいんだよね。よし、まあ、そういったいろんな活用があります。よし、それでですね、次、うん。これだ、よし。で、次なんですが、フライパンを用意します。フライパンです。で、フライパンを用意して、それでですね、麺がなんで伸びるのかっていう話をしましょう。これはですね、水分を吸うからです。そうだよね。だったら水分飛ばせばいいんですよ。それだけの話です。どうするか、炒めればいいんですね。で、この麺をですね、どうするかっていうと、こっちに移します。それで、炒めます。まず麺を軽く炒めてから野菜も炒めるんですね。すると焼きそばみたいになるんで、まあ結構ですね、まあ1日2日ぐらい実は平気になります。それでうん、この麺をですね、本当に美味しい麺です。これをこう炒めていきます。でここに油を入れるとですね、まあ水と油ってよく言うじゃないですか。水と油って言って油はしないので、油を入れておくとですね、麺が水を吸わないんですよ。これがポイントなんです。だからここに、うん、油がありますね。で油で油をここにこうかけるわけです、うん、で麺を炒めていきます。こうやって麺を炒めるんですね。そうするとですね、結構何日か持ちます。伸びないで、知らなかったら、うん、知らねえよなこうやって炒めていきますね、うん、おいし、うん、こうやって炒めるとね、また焼きそばみたいでね、うまい、うん、このジローの麺って実はね、焼きそばにしても美味しいんだよねまあこうやって炒めていく。大盛りにして麺いっぱい作ればよかったな。まあいいや、今日はね、ちょっと中盛りにしましたからね。で、炒めたら、ある程度麺引いたら、ここに野菜がありますね、野菜。この野菜もここに入れちゃいましょう。うん。もう完全に焼きそばですね。うん。はっきり言います。焼きそば作ってます。はっきり言います。焼きそば作ってますね。で、焼きそば作って、で、水分は入れない。ともかく水分は入れない。で、この豚肉だよな、この。で、豚肉はですね、別に、このまま水分切って、こういう豚肉の塊、もやしがついて、もやしはこっち。これはこれでずっと置いとけばですね、冷凍しても、ジップロック入れて冷凍しても全然 OK です。実際ほら、二郎とか行くとよく、豚肉だけ売ってるでしょ。あれです、あれ。あれがこのままここに来ただけです。で、こうやって、で、あとこれを肉入れて、こうやって一生懸命一緒に炒める。うん。これ炒める。うん、炒める。こうやって炒めます。うん。で、こうやってよーく炒めて、火はできるだけ強くしましょう。強くして炒めていくんですね。うん。そうすると、うん。これで何日か持ちます。まあ、このまま、まあ、塩とか醤油かけて、うん。もう、焼きそばにしても、ほんと、二郎の麺って焼きそばにすると美味しいんですよ。これはね、ぜひ皆さん覚えておいてください。二郎の麺はね、焼きそばにするとすっごく美味しいんですね。うん。はい。で、こうやって炒めてって、で、まあ、これはこれで、まあ、うん。いいんじゃないかってことで、まあ、これはこれでキープとということで、いいんじゃないでしょうか。で、チャーシューなんだけど、まあ、このチャーシューもですね、実はですね、こうやってですね、焼いておくと実は、美味しくなります。うん。まあ、チャーシューこうやって置いとくんですね。で、こうやって置いて、で、まあ、ここにあるこの、うん、これちょっと水分がここに入ってるんで、この水分は、うん。うん。ここの水分は、全部こう取らないと、うん。後で麺が伸びますから。で、炒めた麺はですね、どうするかっていうと、まあ、こっちの方に取り置きしておいて、それで、まあ、冷蔵庫とかに入れてですね、まあ、明日にでもまた食えば十分、全然美味しいですから、これ。うん。うん。で、これはこっち入れるわけですね。はい。
で、あのラーメンのスープがまた美味しい。これをまたねスープのねあのやつに戻してもね美味しいんですよ。これだこうやって油で一回炒めて水分を一回飛ばしてやることによって麺が伸びなくなるんですね。うん、で二郎の麺は焼きそばにすると本当美味しいですよ、この麺は。うん、二郎なんで焼きそばやんないのかなとか言っていつもね不思議でしょうがないです。うん、それでこうやってやると、うん、こうですね。うん、うん、あの鍋二郎って要するにお店としてはですね売り上げが変わらないですよね。売り上げ変わらないし、一方で客をそのなんていうかな、お店あの座席を当然占領しないわけですから、出来上がったらすぐ持って帰っちゃうんで、だから店の回転も良くなるし、うん、あのうん、いや当然食器は汚さないですよね、鍋に入れるだけで持って帰るんだから。だから食器は汚さない、店の回転は良くなる、うん、ということでお店にとってもですね、まあ、非常にあの嬉しいことだと僕は思うんだよね。うん、で衛生上の問題だって火をがっちり取りますから、まあ、鍋渡すと鍋洗ってその後火通しますから、だからまあ衛生上の問題はね加熱してる食品だからまあないしって考えると、うん、なかなかいい仕組みだなと思いますね。うん、この鍋二郎っていう仕組みはね、まあ伝説的にあるんだけどね、あのもともと鍋二郎っていうのはあの二郎のあの最初にできたお店、あの慶応大学の脇にある二郎が、でその慶応大学の体育会系の学生がの特に相撲部ですけどねが鍋持ち込んで、でこの中に二郎ラーメンまあその3000円作って入れてくれとかね、まあそういう風にやってあのやっていた文化がまあ一般の人にも広がって、鍋を持ち込むと鍋次郎っつって、まあ、持って帰らせてくれるという文化になりました。なんで鍋次郎ね二郎系のほとんどの店でやってくれるはずなんで、あの近所に二郎系がある方はぜひですね店主の方に頼んでみてください。あごでくらいの方はもう全然かきかべのまあ心よくまあいいですよっつって、うん、心よき引き受けていただいて、まあ、パッと鍋に入れて持ち帰るってことですね。の椅子を取れないからね、うん、お店の外でまあ待ってて、で出来上がったらすぐ 鍋持って行って持って帰るだけで後片付けもいらないしね、お店にとってもね願ったり叶ったりだなと俺も思うし、まあ、もちろんねお店で食うのと同じ値段のお金を払うんだけどね、厳密なこと言うとね消費税率がねテイクアウトと店内飲食で違うんだけど、まあそんな細かいことはどうでもいいんで、うん、非常にいい制度なんで、でまあこうやって置いとくとね、こうやって置いといて、でまあこうやって、うん、焼きそばすると美味しいんだよなこれね、うん、ほんとそれでまあさらに、うん、このチャーシューがまたうまいんでこれねあ、これで、これ今ちょうどお昼ご飯なんです。今11時55分で、ちょうどお昼ご飯なんで、まあ、これでお昼ご飯終わったんで、夜はこれで一杯やると。で、まあ、ここにスープが残ってるんで、このスープですよ、このスープ。うん、このスープもですね、店内飲食をした場合にはですね、多くの人が、まあ、飲み残して帰って捨てちゃうんですけど、このスープがまたうまいんだよね、実はね、ジロー。ジローのスープってね、うまいんだよ、これ。これに例えばね、かきたま、あの、卵をかきたまにして入れてね、ネギ落とすとかね、うまいんだ、これが。うん。まあ、そういったね、いろんなやり方があるので、まあ、本当に、ラーメン二郎の、この、ラーメンの鍋二郎ですね、非常に美味しいので、ぜひとも皆さんですね、機会があれば、近所に二郎系のラーメン屋さんがあるところは、ぜひですね、一回あの店主の方に頼んでみたらいかがでしょうか。鍋二郎できますか。うん、春日部市のあごでくらいさんはあいいですよということで喜んで、気持ちよくやっていただいたということで皆様にご報告ということでございますね。はい、以上になります。どうもごちそうさんでした。